今日はクイズ、ここはどこをお届けしております。3枚のヒントリポートをここまでご紹介させていただきました。で、4択でですね、皆さんにもアンケートをお伺いしているところでして、宮崎か愛媛か香川か静岡という、今日は結構難しいです。うん、もう一回ヒントリポート3枚ちょっと見ておいてもいいですかね。こちら1枚目、じゃん、かっこいいお写真ですよね。これちなみに夕日が綺麗に見えた地域どこだったかな、香川かな。2枚目、じゃん、はい、またヤシの木です。昼間の時間帯、青空綺麗だったな。長袖の人が多いかな。自転車、サイクリング気持ちよさそうだな。3枚目です。うん、島だな、島が見えるな。これはどこなんだろうな。静岡はない。うん、皆さん決まりましたか？もう自信満々で答えられそうですか？一応ですよ、スーパーヒントというのがございましてですね、このスーパーヒントを見ることもできるんですけども、見なくても大丈夫であれば見ない方向でいこうかなと思うんですが、スーパーヒントを見てしまった場合、スーパーヒントだけあってほぼ答えられるんではないかというくらいのヒントだそうです。それでも見ますか？見ます？じゃあ行きましょう。スーパーヒントこちらです。じゃじゃん、わあ、うわ、衝撃がすごかった。これはもう、さあ、ということでアンケートも締め切りたいと思います。ご参加いただきありがとうございます。でもか、もう大砲のように出てきましたね。うわってなりましたね。来た。よし、では皆さんの回答結果見てみましょう。こちらです。40% 香川ということになりましたが、 20% 前後、そうですね、静岡、間違ってました、愛媛、宮崎 20% 台、静岡が 10%、 14% という結果になりましたね。もうそうですね。ということで、今日のここどこクイズ、正解はこちらでした。香川県でした。いや、スーパーヒントすごいな。 100% 正解に導けるんじゃないかっていうスーパーヒントでしたね。うどん県とも呼ばれるね、香川県が正解でしたよ。